皆さんこんにちは、ワンダフィリビーです。では今回は新ギレンド野望ベルイハードチャレンジシャー総帥編、続きをプレイしていきたいと思います。今回で最終回にしていきたいと思っています。残っている拠点はダカール、そしてですねキャリフォルニア、この2つになってますので、キャリフォルニアの方にはサザビーとハマン、ララ送り込んで制圧していきます。ダカールの方にもですねフルフロンタル投入していきましょう。さらにシャアのナイチンゲールなんかも今キリマンジャロに輸送中ですので、展開でき次第一気に、ね、ダカールを取り囲んでいきたいというふうに思っています。では早速このフルフロンタルを使って敵を潰していきましょう。順調に敵撃破してますけど、ユニコーンガンダムが今いましたね。報告します。木星戦団が帰還しました。現在は中立の立場を崩しておりませんが、今後の動静には注意が必要です。木星戦団帰還のイベントです。イリアのサザビがちょっと敵に囲まれてます。まあ、ここでやられるようだとね、ちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあさすがイリアですね。まあ、ほぼダメージ受けることなく、敵の攻撃かわしてくれました。大丈夫そうですね。このままキャリフォルニアはイリアのサザビ、任せておけば攻略できそうです。まあ、こんだけ敵に囲まれてもね、全く攻撃を受けないニュータイプのイリア、さすがですね。総帥、情報部よりアムロレイに関する調査報告が届いています。アムロレイですね。アクシズ戦以降アムロレイが連邦軍に帰還したとの記録は残っておらず、未だその消息は不明です。ただそうか、アムロまだいないのか。今のうちにできるだけ進んでおきたいですけどね。一部パイロットから寄せられており、まあ、すでにアムロが合流する、そのシナリオからは外れてるので、必ず敵対するので、まあ、アムロが排入ガンダムによって出撃してくるところをどう倒すかですよね。まあ、ここはですね、ウルフロンタル、シャア、このクシャトリアと、シナンチュと、ナイチンゲールで囲んで倒していきたいですよね。ダカールに向けてはレウルーラの艦隊も出撃させてます。もうかなりの数のレウルーラ用意できましたね。報告します。木星戦団のニュータイプたちが連邦軍に参加した模様です。残念ながらニュータイプたちは連邦軍に参加ですね。これで柔道とかがこぞって敵についたということだと思うので、まあ、よりスピーディーに攻略進めていかないと戦況が悪化してしまう可能性がありそうですね。ここにはダブルゼータの柔道とゼータのルール化がいますね。これも相手にしたくないな。できるだけ避けて通りたいところですよね。あるいはまあ取り囲んでしまって、まあそこで事実上無力化するというのもまあ一つの手かなと思うので、消耗状況を見て決めていきましょう。こちらはキャリフォルニアへ侵入したのでキャリフォルニア攻略戦です。ではキャリフォルニアですね、特に苦戦することなく制圧できました。残っているのはダカールのみになります。ダカールに全軍を出撃させていきましょう。総帥、北米のニュータイプ研究施設を利用すれば我が軍に所属するニュータイプと強化人間へ再調整を施すことが可能です。彼らに再調整を施しますか？もうこれ最終段階なので再調整しちゃいましょう、はい、ニュータイプと強化人間たちへ再調整を施します。総帥、ついに連邦軍を首都ダカールにまで追い込むことに成功しました。ダカール制圧作戦を提案します。このままダカール制圧作戦発動します。特別作戦からダカール制圧作戦発動です。いよいよだな。ダカール制圧作戦を実行しよう。我が軍はこれより
ダカール制圧作戦を開始する。長きにわたった地球と宇宙の戦いにもようやく終わりが訪れようとしている。諸君、あと一歩で全てが決する。残る全ての力をこの作戦に傾けてもらいたい。全軍の奮起に期待する。アフリカ大陸西岸ダカール、地球連邦議会の議事堂が置かれる大都市である。だが今はラサを逃れた者たちによる臨時政府が敷かれ、連邦軍の生き残りが集う最終防衛拠点となっていた。今シャアの号令が下り、ネオジオン軍がダカール市街へとなだれ込む。戦いは最終局面を迎えようとしていた。では中心部制圧に向かいましょう。現状なんですけども、いくつかですね、不安要素があって、まあ、ジュドーが連邦に加わったというのと、あと今ご覧いただいている通り、アムロがね、副隊しているという情報も入ってますね。このあたりも加味しながら部隊編成を行っていきましょう。ここにはジュドーがいますね。ただジュドーはですね、もうエネルギー切れです。いわゆるガス欠ですね。あとここにはですね、ユニコーンにユーが乗ってるんですけども、これもね、もう相手にせず突入戦を展開していこうというふうに思っています。もうここにね、ダブルゼーターの受動は閉じ込めて進軍をしちゃいましょう。では全部隊突入します。ではネオジオン軍侵入です。ダカールには連邦軍38しかいませんね。総帥、ダカールにロンドベル隊が現れました。来たか、アムロ。この私を止められるのならば止めてみせろ。しゃあ。ここにいるのは俳優ガンダムのアムロだと思って間違いないと思いますので、まあ様子を見ながらですね、舞台出していきたいと思います。いきなりシャアなりクシャトリアなりが撃破されるとだいぶ痛手になるので、ここは様子を見ながらですね、このレウルーラ艦隊を進めていきましょう。レウルーラ5世紀のね、まあ本当に大きな艦隊というところになってます。戦力的にはロンドベル隊が出現したことによって、現状戦力で言うとネオジョ軍が60ぐらいですね。で、連邦軍、ロンドベル隊含めて80っていうところなので、まあ、数的にはもう有利という状況ではなくなりましたね。戦闘はやっぱりシナンジュに走ってもらいましょう。ナイチンゲールはここでちょっと待機させます。はい、交戦状態に入ってます。ここにですね、俳優ガンダムのアムロがいますね。これもうここで仕留めたいので、舞台展開して一気に叩きに行きましょう。このフルフロンタルですかね。このフルフロンタルを使ってうまく、敵をですね、アムロを削っていければいいかなと思いますね。シャアとアムロ、これはね、ありましたよね、逆襲のシャアの中でも。その力を無駄に消耗しているとなんで気がつかん。貴様こそ、まあ、しっかりアムロを仕留められるように折り計らって、まあ、行きたいかなと思いますね。まあ、下手なユニットで攻撃しかけても、そもそもアムロに攻撃が当たらないというのはあるんですが、周りにいる雑魚キャラですね、これには攻撃は当たるので、しっかりスタックは組んで出撃させていきたいと思います。レズンにロベルト、このあたりも出撃です。確実にラーカイラムをここで撃沈しておきましょう。アムロの回復ポイントはやっぱり減らしておくに越したことはないですからね。ではアムロ VS シャア、
まずはね、1回目の攻防になります。まあ、回覧も激震ですね。どれくらいアムロに攻撃が当たるかですよね。最高列にいるアムロにどれくらい攻撃当たるか。前衛は、射撃戦でね、全滅させて格闘に持ち込みたいところかなと思ってます。前衛に残っちゃったかな。ジェガンが残りそうですね。なのでアムロには当然攻撃当たらないので、ギラズール、ギラ動画で、次のターンでアムロに攻撃、もう一撃ね仕掛けていきましょう。アムロ全くダメージ受けてないですね。拠点にこもられるとアムロの撃墜不可能なんじゃないかと、まあ、そんな気すらしてきますけど、まあ、しっかり戦略的に攻めていきましょう。さあ、アムロのニューガンダムと対峙してるわけなんですけども、まあ、なかなかね、そのアムロに直接攻撃を当てるのが、まあ、難しいと。まあ、事実上なかなか攻撃が当たられないねというのが分かったところではあります。まあ、ただですね、これアムロを、じゃあひたすら狙うのがいいかというとですね、まあ、おそらくそうじゃなくて、しっかり削っていきながらアムロの疲労を、まあ、促すというのが、まあ、セオリーになってくるかなと思いますので、まあ、無理はせずですね、まずは周りの敵を確実に削っていく。これをね、行っていこうと思ってます。まあ、それくらいやっぱり強いですね、アムロはね。全く攻撃当たってなかったので、まあ、疲労度を蓄積させて撃破するっていうね、パターンに持ち込みたいと思います。ここでケーラとニューガンダムのベイトですね。これ撃破しておきたいですね。先頭にいるのはシナンジュに乗ったフルフロンタル。中衛キュベレーはプルとプル2でーす。いや、ベイトも強いね。とはいえ、なんとか格闘戦で撃破しましたね。さあ、一番乗りはレズンですね。レズンが一番最初に乗り込んでくれました。ちょっと強敵が揃ってますけど、ここ、リゼルとリガズイのいる部隊に攻撃仕掛けましょう。アポリーもちょっと減ってますけど、もう攻撃仕掛けます。アムロは今ここにいますね。まあ、ほぼエネルギー切れしてないし、射撃99。反応吸収だな。このあたりは攻撃が当たる気がしないので、やっぱり疲労度を蓄積させるっていうね、当初の作戦通りに、ちょっと部隊を展開していきたいと思います。まあ、7位とかもね、もちろん撃沈されたくはないんですが、まあ、最悪の場合、まあ、どうでもいいというか、まあ、同等でもなるというか、まあ、そういう部分もありますので、まあ、ここはもう思い切って前進あるのみという形で部隊は展開していきましょう。ここはレズンとロベルト・アポリの部隊ですね。リガズイとリゼルに攻撃仕掛けてます。ギラ動画、ギラズールですね。まあ、敵は、アストナージとかね、ケイラとか乗ってるので、まあやっぱり手ごわいですね。ここにアムロがいるので、このアムロを逃がさないために、シャーをちょっと進出させます。取り囲んじゃおうと。まあそういう作戦ですね。これで一応ですね、アムロを実質取り囲んだ状態にできるので、これで一気にね、戦況を好転させていきたいと思います。これでアムロがどう動くかですね。戻られるとちょっとしんどいかなというところはありますけども、取り囲んで疲労度を蓄積させるっていう作戦がうまくはまってくれれば、勝機もちょっと見えてきそうな感じがします。
なんだろう、ここにいてくれますね。となるとやっぱり部隊の数が足りないな。もっともっと増援を送り込む準備をしましょう。さあ、アムロを追い込んでる間に基地中心部がね、見えてきましたね。このままアムロと戦わずに基地中心部を攻め落とすっていう、まあ、そういう作戦になってしまいそうですが、まあ、それだけにアムロ強すぎるので、まあ、でもこれもあれですよね。いわゆるアムロはパイロットに、まあ、限定された動きしかできない。一方、シャアの方はね、もうちょっと戦略的に、あるいは戦術的に、動ける。まあ、そういう意味ではこういう終わり方もちょっと、許していただけたら嬉しいかなと思いますけどね。再び基地中心部こじ開けてまーす。レズン・ロベルトはアムロにちょっと歯が立たなそうですね、これはね。いや、本当にこのハイニューのアムロ強かったなぁ。全く攻撃が当たらないですもんね、やっぱりね。逆襲のシャアの中ではレズンはね、チェーンの対空防御に撃墜されてますけど、ここではアムロの排流ガンダム撃ち落とされましたね。では最後になりますね。ここナイチンゲルで制圧しちゃいましょう。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。これでベリーハードチャレンジ残ってるのはガルマだけになりましたので、これもね、いずれやっていきたいと思いますが、一旦このままアムロと対決したエンディングご覧いただきたいと思います。議事堂内に立てこもっていた勢力も降伏のサインを発信しています。我々の勝利です。そうする地球汚染をしていた連邦政府の打倒に成功しました。これでもはや総帥の理想を妨げるものは存在しません。ああ、しかしこの勝利は人類革新の第一歩に過ぎ、本当の勝利はこの先にこそある。お父上の理念を実現なさる。そうだ、空へ出た人類が互いを理解し合えるようになるその時まで私は歩みを止めるつもりはない。人類の業を背負ってなお人々を導かんとされているのです。だがそれには君のような支えがいる。喜んでお引き受けします。シャア・アズナブル率いるネオジオンは戦いに勝利した。地上を支配下に置いた彼らは地球人類の完全な宇宙移民化に着手する。宇宙への打ち上げ基地を残し、地上の核施設とライフラインを徹底して破壊したのだ。地球からの人類引き上げは核の冬をもたらすよりも時間を要するが、シャアは必ずや成し遂げるであろう。人類の革新を信じて散っていった命、自らが起こした戦いで失われた命、そのどちらにも報いねばならないのだ。人類革新の夜明けは近い。